吉さん、まあ、人はね寂しいんですよね精神的に弱い方ばかりだと思います私は孤独が最強という、まあ、逆張りをしてるわけなんですけどももう誰とも関係をもう持たずにね自分の内側とだけ対話していけばいいなというところまで来ちゃってるんでまあ今んところねマストは家族かなと思いますうんまあけどやっぱりね分かりますあの人の寂しさっていうのは特に情報がたくさんあふれていって 普通の人でもね、脚光を浴びるような時代になれば、なんで自分はいつまでもこうなんだろうっていう風に取り残された感があるのは確かだと思うんですよ。で、これをね、私はこういう表現にしてるんですよ。主人公になれる場所ね、これをみんな探してると思うんですよ。会社に行っても自分の意思は尊重されずに業務に従うだけ、友人関係でも空気を読まないといけないから思ったことや 言言いたいいたことが言えないそして自分の人生そのものにしてもお金がなくて時間がないから本当にやりたかった幼い頃の夢はいまだに棚上げ何のために生きてるんだろうか俺は一体どうするんだろうかっていう感じでどんどん塞ぎ込んでいったりとかね自分のことを世の中の人に評価してもらいたい面はあるんだけどもそれが全く評価されずに逆に自分の落ち度ばかりが指摘されて。 本当に心をんでしまううっていうかねそれをいじめとかパワハラっていうふうに言い換える人もいると思いますけども実際は今度ね逆の考えでいくとだから自分を評価してほしいもっともっと高い評価をしてほしいでも自分は他,に他者に対して高い評価をすることがないというね本来はね自分の評価を後回しにして周りの人を癒してあげようと。 励ましてあげよう、応援してあげようっていう人が集まるとお互いにいい関係になると思うんですけどね。なかなかね、自分のことを分かってくれないって思うばかりで、だ他者を分かってあげようみたいな気持ちがあんまりないんで、情報発信者っていうのは、あの、他者の痛みに寄り添ってあげたりとかね。それから、ま、あゃかすことなく、まあ、癒してあげる人とかっていうのは人気になるんじゃないかなと思いますよね。うん。うん。でね、あの、 私が麻雀店やってる時のキャッチコピーなんですけどもこれはね、もう一つのマイルームっていうキャッチコピーがありましたこれがどういうことかっていうと人には勤め先会社がありますよねまあ学校でもいいんですけどもそうやって義務的に通わなければならないところがあってそして自分が帰るべき家場所があると思うんですよこれで不満なんだったらもう一つ自分の部屋を持とうぜそれが私のマージャン店ですよ私の麻雀店では 100人を100通りの特別扱いで迎えますっていう形なんですよ、ね。よくね、お客さんを特別扱いしちゃダメだよって言われますけど、私は逆なんですよ。100人いたら、100通りの特別扱いを一人一人にすればいいわけでしょだからね、昔の特別扱いの概念っていうのは、この人はもてはやすけども、その人以外は、ちょっとしらーっとしてるみたいなね。そんな感じだと思うんですよ。だからそれがよくないっていうことなんですけども、だったらね、100人来たら、 100通りの個性や人生があるわけですよ。その一人一人に沿った特別扱いをすれば、みんなでハッピーになるんじゃないかなっていうことなんで、それを広めていったわけなんですよ。まあ、ですんでね、一人一人をよく知ることっていうのはすごく大事になってきますので、私のマージャン店では、もうないですけどね、マージャン店は。ルール説明の時間は、とにかくね、信頼関係を作る場にしてるんですよ。ルール説明はほとんどしないです。そうじゃなくて、いや、マージャン来てもらってありがとうございますと、最近マージャンしたのいつ頃ですかあ、なるほどねー。 私もね、仕事で毎日やってますけども、プライベートでやる機会ってないんですよ。どうですか今度、プライベートでね、仕事離れて、お互い、同じ麻雀打ちとして、一杯飲みませんかみたいなところから始まるんですよ。ね。それから、あ、お仕事何々されてるんですね。あ、だからスーツなんだ。え、どんな商品売られてるんですかえ、そうなんですかうちの社長、結構そういうの好きなんで話してみますもしかしたら営業取れるかもしれないですよ。とかね。あと、事業者同士でうちの社長繋がってるから、 他の業者さんに話流してくれるかもしれないから、結構いいと思いますよ、みたいな感じで。実際私の麻雀店の店内では、営業マンの商品をバンバン売ってましたからね。うん、携帯電話に始まり、えー、ね、有線放送とかもね、売ってましたし、内装、外装も売ってましたしね、車も売ったり保険も売ったりしました。そういうふうに、店内にいるあのビジネスマンとお客さんっていうのをこう繋いでですね、経済の流通を起こしていたのが私の麻雀店の特徴なんで、 マー、まあ、ジャン屋にサボりに来れば、そこで営業が決まるみたいなね。そんな協力の仕方をしましたね。で趣味を持たれている方にはね、その趣味の情報を流してあげたりとか、あ最近車を売りたいんだよねって言った方には、中古車屋さんをね3社ぐらい紹介して <laughs>、最もいい査定で競争してもらってとかね。 それから逆に中古車欲しいんだって人にはね、中古車屋さんから車の提案を店内で、麻雀店の店内でしてもらったりとかして、もう契約をどんどん決めていったわけなんですよ。別に仲介手数料取ったわけじゃないんですけども、そうすると店の中に自然と活気やお客さんとか生まれてきますよね。うん。だから利用率ってのは特高くなってくるわけなんですよ。それでも潰れたんですけどね。<laughs> だから偉そうに言うことではないんですけども。うん。で、これね、何が言いたいかっていうと、やっぱね、自分の本領を発揮できる場所を、 作ってあげるのがあのサービスマンだと思いますし営業マンだと思うし私たち情報発信者の役割だと思うんですよね。なんで久保哲郎がプラットフォームを整えたのか YouTube というプラットフォームや Facebook ってものをずっと使い続けてきたのかっていうのは私のプラットフォームであなたが紹介できるでしょって話なんですよ。まあ、ですんで私が対談をしたりとかねこの人紹介とかビジネス紹介すると、まあ、売れるわけですよ。 以前はそれをプロダクトラウンチとかメルマガの登録に使っていたんで、まあ、それはね、それで良かったんですけども、できれば熟成産の商品を売りたいですね。熟成産の紹介をしたいですよね。今はそういう風になれて本当に良かったなと思っています。そういう風に自分のことをね、表現する場所を作ってあげるのが、まあ、そっか塾のこれからのミッションなのかなと思います。今は私自分の商品を紹介することはあんまりないんで、だったら他の人の商品とかサービスを紹介してあげたいなと思うわけなんですよ。まあ、吉谷産との やり取りでドリームアカデミアって言葉が出てくるのもその一つだと思いますし吉田さんがね即座塾って名前出してくれるのもその一つになってると思いますしねはい、えー、それでねやっぱこう人気者になりたいとまで言わなくても本来なりたかった自分っていうのがみんなあるんですよねいつの間にか年取っちゃったけども今が20代とか30代だったらこういうふうに本当はやりたかったんだけどなとかねそんなのがあるとします、まあ、それのニーズに 答えててくれてるのが今ねた,多分 v ただ残念ながら VTuber って自分ではない架空の自分をアバターとして作り出してるんでい言ってみればね他人なんですよねそこで VTuber さんがどんなに人気になろうが他人なんですよ、ね、そのアカウントを持ってる人からしても他人なんですよで視聴者さんの気に入るアバターを作り続けないといけないということになりますので自分本来の性格からどんどん離れていっちゃうんですよね でも、私たちは、こうやって身をさらし、名前をさらして、正直なことしかやってないんで、続けられるんですよ。VTuber さんは、どっかで破綻がきます。なぜなら、なぜならですよ。VTuber さんが、人気が出れば出るほど、自分じゃないものが人気になってるからなんですよ。だから VTuber も、一部のね、売れっ子を除いて、まあ、消えていくでしょうね。急速に消えていくでしょうね。だって、嘘偽りと知りながらファンをやってるわけですから。VTuber さんの、 本来のあののののアカウントのオーナーナささんんん姿っっってのがえこんなおっさんだったのしかもこんなくだらない人だったのみたいになっちゃうんですよだから絶対に VTuber さんは本人を知らせない方がいいし知ろうともしない方がいいのかなというところですよねまあでも私たちは最初から <laughs> このまあ本物で勝負してるんで <laughs> なんか楽ではありますよねで見てる人も戸惑わずに住みますしね 時には寝っ転がって放送したりとかね <laughs> なんかひげ面らだったりね頭こんな跳ねてたりするでしょ <laughs> だからそういうのが親しみとか信頼なんでしょうねきっとね綺麗に整えるばかりがまあビジネスではないということかなと思いますはいじゃあいろいろと申し上げましたけども弟子の方がね1,000万の売り上げ上げてすごいじゃないですかうん私もねうちの弟子にはこんながいますよとかねいろいろ言えたらいいんですけどもまあどうなってるのかなと それぞれ自分の思うように生きてくれてると思いますけども残念なのが即果塾っていうのは少なくともね売り上げをドーンと上げて月収100万200万目指して経済的な自由を手に入れてほしいなっていう風なねそんなコンセプトがあるんですけどもどっかでねまあ稼げなくてもいいやと楽しいからみたいになっちゃうんですよね、うん、まあそれはそれでしょうがないんですけども稼ぎ以上に楽しいことが見つかったんだったらしょうがないんですけども 私はね、稼ぐことから逃げないでほしいなと思うんですよ。月収100万でいいんでね。これ100万は誰でも行くレベルですよ、本当に。まあ、誰でもって言っても、100人中80人ぐらいは行くっていう感じですかね。100%はいかないと思いますけども。まあ、でもね、2人に1人以上は本当に行くのになぁと思いますね。月収100万いかなかった人でも、まあ、月収それがね、50万で終わっても30万で終わってもいいじゃないですか。それこそ月収10万以上っていうことになったら、本当に100%ですよ、こんなの。 稼ぎないことはありえないですよ。こんな、こんなね、インターネットみたいな楽な空間で、あの、一刀血を抜く存在になれないってことはないですね。だからこそ、まあ私のね、ノウハウも使い倒してほしいなと思うんですけどもね。はい。最後は愚痴になりましたけども、以上のような形でございます。マトリックス